本日は阿部直人選手と熊本奏選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日チャレンジしたことを教えてください。スペースが空いてたらそこに目がけて、ここにドリブルをちょっと仕掛けて。上手にできましたか？いかがでしょうか？よかったですね。熊本選手、今日はドリブルがちょっと僕は苦手なので、ドリブルを縦にかわしたりするのが難しいので、それを頑張ってできるようになりました。できるようになりましたか？はい、よかったですね。はい、じゃあ次チャレンジしたいこと何ですか？次チャレンジしたいことは、左右に揺れて相手を揺さぶってかわしてからきっちりシュートを打つこと。やりましょう。はい、熊本選手、シュート、最後はシュートをどんどん仕掛けて、シュートを決めたいです。ボール取りたいということで頑張ってください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。